アメリカ合衆国の男性プロレスラー。マットクロスのリングネームで知られる。JT ライトニングのコーチを受け、1999年4月25日に EIW でプロレスデビュー。XPW や CZW では MDOG20 のリングネームで活躍した。2003年には、イワミッドサウスのキングオブザデスマッチに出場し、1回戦で、 三対三のバトルロイヤルを行うも、そのまま敗退。2006年10月7日、デトロイトで開催された、モーターシティマッドネスで、ローツ登場。2007年からは準レギュラーとして参戦を続け、オースチン・エイリスが率いる、ザ・レジリエンスのメンバーとしても活動した。現在は、レジリエンスの解散に伴い、シングルプレイヤーとして活動中。2006年、 MTV のプロレス番組レスリングソサイティ X の収録にも参加。デディハートとザ・フィルスザ・フューリーを結成し、現地時間2007年2月13日放送分の同番組で全米デビューを果たした。2007年、謎のマスクマン、ラプターとしてプロレスリングノアへの参戦が発表されていたが、直前になって、怪我により来日が中止となった。 2010年7月15日、WWE スーパースターズに、ジョバーとして、ジェイミン・カンセコとタッグを組んで、バンス・アーチャーカート・ホーキンスと対戦し、敗戦。2011年、WWE タフ・イナフ後に、マットの名義で参加。2週目で脱落した。機械体操の下地があるため、アクロバティックな空中技を得意としている。たたす ありがとうございます。